多行基本の言霊、他、他の言霊は、本当の自立とは何かを示しています。他を表す代表的な漢字は、他、田んぼでの米作りは、88夜というように、手間がかかるもの。自分で頑張る自力だけではなく、天の恵みという他力も必要です。他の言霊の意味を紐解くキーワードは、1、立つ。他を耕すように手間を惜しまず、命の種を生み出す自力を持てる働きがあります。2、自立。自立は何でもできる人になることではありません。自分のできることは一生懸命やって、できないことはお願いし、助けを求められることなのです。書くの間違えました。自立です。3、自力と他力。自分の中にある可能性を知って、それを生かす力があります。また、必要な協力を得る力もあります。裏の働きは、人の意見を聞かず自分で頑張りすぎたり、助力を仰がずに人を全く頼らなくなってしまいます。他のつく名前の人がやるべき使命は、和の自立を教える人、努力家が多いのが他の人の特徴です。本当の自立とは何かを教えるのが他の人の使命です。自分ができることをやりきった上で、できないことは助けてと言える。これが本当の自立、他の言霊です。すべて自分でやろうとせず、お願い上手になりましょう。地とは大地のことです。地は大地に敬意を払い大事にすることで命や力を与えてもらえることを示しています。地を表す代表的な漢字は地、土地の神様から命をいただくと考え信仰も生まれました。恵みは大地から来る。それが地から力であり地の言霊です。地の言霊の意味を紐解くキーワードは、1、大地。私たちは、大地を駆け巡る動物を狩り、大地を耕して食べ物を手に入れ、大地から生きる力を与えられてきました。2、地、体を流れる血や子供を育てる父が命の源であるように、地には人に生きる力を与える働きがあります。3、父、母体を大事にしないと乳が出ないように、体を大事にすれば、血の働きは活性化します。子供に命を与えるのは乳ですが、血の人には圧倒的に女性が多いのです。血のつく名前の人がやるべき使命は、恵みや力を与える人。血の人は、大地の恵みのように、人に生きる力を与えるのが使命。多くの人に恵みと力を与えることができるので、敬意を払われる存在です。ブレずに一つのことを続けるのがいいでしょう。大地が動くことは地震と同じで、破壊につながります。信念を持って、どっしりと構えておきましょう。力は、地から、地から、地から、父からもらうのです。大地自然、心身健康、女性母を大事にすると、力をもらえるのです。津、人や物が集まってできたところを、津と言います。津を表す代表的な漢字は、集う、集う、集まるという言葉のように、津には物事や情報が集まってくるという意味があります。また、集めたものを活用しないと、外に出せずに、詰まってしまいます。津の言霊の意味を紐解くキーワードは、地、集める。人を引き寄せる力があり、いろんな情報が集まってくる働きがあります。なんとなく集めるのではなく、自分に必要なもの、人に伝えて役に立つものを集めるように意識すると、働きが強まります。2、つなげる。人が集まり、つながること。一人で考えていたことが二人で考えると発展し、三人になると文殊の知恵になります。手と手をつなぐことでオーラが融合し、つながりが生まれ、新しいもの
が分かっていないと、何を捨て何を残すか決断ができないからです。どういう人になりたいのか、何が幸せなのか、生きる核が分かっているとシンプルに伝えられます。角つく名前の人がやるべき使命はつなげる人。角人は情報を集めてつなげ伝える使命があります。まずはたくさん情報を集めましょう。情報収集と編集は自分の世界で完結できることですが、伝える段階では人に届けることが大切。ブログなどでアウトプットするとより働きが良くなるでしょう。手、人間が進化した理由の一つは手を自由に使えるようになったことです。手を表す代表的な漢字は手。手を使う延長線上に道具が生まれ、人力の何倍何十倍の成果が出せるようになりました。手の言霊の意味を紐解くキーワードは1、技術。手は土を耕す手を意味し、専門技術や専門知識を持ち、一つのことに秀でる力があります。また手の働きを合わせ持つので、技術によって人を成長発展させる働きも持ちます。2、基礎作り。日本語には手を結ぶ、手持ち無沙汰など手の慣用句が多いほか、歌手や選手など専門性の高い職業には手がつきます。手の人は絵の裏の働きで否定してしまうこともあります。こんなこと誰でもできると自分を否定することも。自分に自信を持ちましょう。3、専門性。手は上手、一番手、引く手や、また奥の手などの言葉が示すように高い専門性を象徴する言霊です。また手の働きを合わせ持つので、技術によって人を成長発展させる働きも持ちます。基礎を大事にし、その先にある専門性を身につけましょう。手のつく名前の人がやるべき使命はスペシャリスト。手の人の使命は技術を磨いて人のために役立てること。あれもこれもできる人になるより、特別な技術を身につけるスペシャリストを目指した方が生き生きする性質を持ちます。とは命を授けてくれた土地に感謝することの大切さを意味しています。とを表す代表的な漢字はと。とは10、終わりのことです。終わると始まります。扉が開くのです。との言霊の意味を紐解くキーワードは1、土地。生まれた土地との関係が強く、土地からエネルギーを吸収する働きがあり、それを人に与える力があります。2、10に終わりという意味があることから、一区切りつけて次の段階へ行く働きもあります。3、扉。とは次のステージの扉が開く音。とどめを刺すように次への動きがなくなってしまうこともあります。武道を茶道などの道を追求する日本人は単に終わることを意思としません。終わりは新たな始まりだと意識しましょう。とのつく名前の人がやるべき使命は扉を開く人。とは解ける、閉じる、止めるなど終わることも意味します。これは音と同じで終わったら始まるという日本人の終わりなき世界観を表しています。との人はその道のアンカーの役割。土地からもらったパワーに満ち、次の段階への扉を開く使命があるのです。